ドキドキねでももし落ちてしまった時のために覚悟覚悟っていうかまあに期待はしてない落ち込んじゃうからね <laughs> リップの色メンソレートムリップアイビターボルドーだってあっ玲ちゃんこんばんは初見です 力くん来てくれてありがとう今日も <laughs> ハムは毛はあるけど飼い主あるじゃんハムちゃん毛あるじゃんててれれれててれれれ昨日のアイディアスライブかったあ待ってあトモ果ちゃんインスタの DM 見ました見ました2週目いかんでいいいかんでゆっくりゆっくりみんな見て 話そう <laughs> 星を投げる癖がならんなじゃってなんだか怖いぞどうしたのゼップは100倍いないめっちゃ前じゃんすぎちゃんこんばんはすぎちゃんです星集めせんでいいよみんなおってここにみんなここにいてごさん早いよ ねカニハートさんあさんって言ったら怒られるよみあちゃんあみあちゃんえみあちゃんが来てくれてるじゃん空の魚さんもハートありがとう星集めせんでいいよみんな星集めはせんでいいよショールーム見てファンになった人です まなみさんありがとね何系男子が好きえー、何系男子が好きかなって割れね筋肉ムキムキの人はね嫌いこらあ <laughs> ごめんなさいカニャハートバレたバレたよめゆちゃんタコ送りたいけどないいよいいよみんな <laughs> 送らなくて大丈夫だよキャナル出演おめでとうありがとう アイマーのミヤちゃんアイマーのミヤちゃんなんか世界のアニメじゃないお菓子カミ頑張りますありがとうミヤちゃん細マッチョ <laughs> スゲルくんいいねありがとういいねアイちゃん DM もうみんな全部絶対届いてるから全部見てますもちろん髪色いい本当？ほんと キャナルキャナル全肉ぷよぷよでよかったセーフセーフジ <laughs> ーくんこんばんは <laughs> おいロボさん、ま、もこんばんは欲しいは欲しいになるのね今来て横んくんありがとう ルカと住むのえなんでだってルカに住もうって言ったら断られた悲しいお姉ちゃんと住むから嫌だだってツイッターの DM あツイッターの DM はね多分ねあれ見れんのよねツイッターの DM はね見れんのそう、断られたっちゃんみんなちょっと何かやっとって愛ちゃんが悲しんだったよ そうしょぼんだけどあいちゃんしょぼんりいちゃんだるまちゃん,ちゃんありがとう俺と住むそうだねもうみんなと住むかあいりちゃんの住もうかな昨日あいりちゃんと住もうかなってロカチ言ってた嘘うそえ住もうかなって言ってたのあちょっともう一回じゃかトライして,みトトライしていいもういいかなてかいつ見てもマジビリやなほんとにありがとう すぐアイリー変顔してしまっちゃうねほんとにそれはねマジでねやめようと思うみんなだけらアイリが変顔し始めたらちょっと「こら!」って言って騒がしいけん <laughs> そう騒がしいけんねほんとにめっちゃ嬉しそうじゃない嬉しいよハムスターへぼんちょっと待ってハムちゃんトライしたらまたちょっとじゃあ一回ちょっとトライしてみるね今度でその結果また言うわショールームで みんなに報告するわ。テラスハウスね、愛ちゃんの変顔。こら、あ、もうもうこられた。しょぼーん、変顔いいじゃない。外でやったら、こらっていうね。よろしくね。料理の腕前をアピールしないと。そうだね。ちょっと勉強しなきゃね。愛ちゃんは不真面目。え、なんで。毎晩配信すれば、半、半同性 <laughs> やかましいそうやかましいんだよね私本当に眉と精神年齢が一緒じゃないかっていうぐらい明さ日て楽しみねえあさってが楽しみだよねみんなの共同生活はなんで美人って言ったら変顔すんねんごめんイケマンスクッキング制限かかって見れなかったからまた見たいえ次何がいいひらかちゃん さあインフルになっとったんルカの勉強教えてやればそうだねなん、なん、何が教えられるかなグッドティアーズの CD 出るの楽しみねちょっとマジみんなよろしくねいっぱい買ってねアイリーたちのいっぱいそして聞いてね寝起きドッキリかけそうアイリーめっちゃドッキリ好きなんよ超ドッキリ好きあなまちゃんさん中学卒業おめでとう <laughs> 今日の服めっちゃジャージ、ジャージだよ。こんばんは、りえくんこんばんは。あ、ほんとださん今空母カットと十七十八いいなめっちゃいいなえそれ十七ジャで観光ってこと？観光すんの？ アイリソーあこんばんはお疲れ様ですこんばんはみくちゃんホイトラさん来るってキャナル俺やで俺やでえインスタのお焼き芋食べたよもちろん秒で食べたクリスマスに廊下の壁に穴開けたううんそのまんま それもいいじゃんってつかぽん枝に写真に戻るって <laughs> 気になるこんばんはきみくんこんばんはっコこり今日の食べログえ今日の何やったっけ今日何載せたっけ昨日の福岡いいなーってセグウェイそうセグウェイ <laughs> レジンで払う前に食べてないよちゃんと払ってから食べたよ車に乗って病で食べたバナナから焼き芋に分けいやバナナも好きやけどみたいなね5月の握手会しか会えんと思ったけんキャナルやばいちょっとキャナルちょ,ちょっとめっちゃ楽しみなんだけど4月18日の『ゼップマン』いきますよろしくね 空の魚さん、ハート、ありがとう。久々にいい波乗ってんね。せーの。え、何だっけ。あ、せーの。あなたも、私も。いい波乗ってんねー。うん、姉ちゃんいいね、赤。みんなね、アイコンね、赤にしてくれと。キャナルは特別だよね。キャナルは特別。 そう忘,れた <laughs> 忘れたのかよ <laughs>。楽しみだキャナルが。けどさそうそういえば福岡に詳しい人もしくは福岡出身の人もしくは福岡在住の人に質問です。 アイレが今度さキャナルでさイベント参加できることになったやんその時にさ3週完了って村君最強やねんく君最強説えー、そ,れそれで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 ,それであのアイレしか福岡出身がおらんやんやけん福岡の良さを福岡でキャナルキャナル福岡でやるし福岡の良さを伝えれたらいいねみたいな感じでスタッフさんに言われたのね なななんんんて言おおうちょっっととかかみすすすめの場所とかあったりする愛梨が今みんなにこう福岡以外の人もさ来るやんやっぱシュークリームロケッツのファンの方とかそう何かあったりする愛梨が言いたいのはキャナルの上の <laughs> 上のラーメンスタジアムって言ってラーメン屋さんが集まっとる。 あーどんたくねどんたくいいねちょっと何回通りもんはあ通りもんもいいねお土産として買っていってくださいみたいな <laughs> 屋台通りいいね知り合いがいるのことずっとおかげで応援してるって言ってたわ誰屋台のラーメン「会いに勤者」で出てくるところそれやね屋台通りあ屋台通りいいね でラーメンスタジアム平九州行ったことないから気になるねちょっとじゃあ今から出てくるやつをみんなあっぜんざいめ,めんべいかなラーメンスタジアムちょっと言いたいじゃんね大濠公園ね屋台ね屋台はね確かに福岡しかない福岡しかないのか福岡が有名なのかラーメンスタジアムはねすんごいよりもね思い出の地なの 週一でお父さんとラーメンの日っていうのがなぜかあってちっちゃい時にねって言ってたからさちっちゃい時に連れられていやーもうほんと懐かしい楽しみやったもん福岡タワーいいねラーメン劇場多分それラーメンスタジアムのことかな食について中心に話せばいいと思うよあーなるほどね食ねパン好きやけどあれとかムムツカドとか 福井の、あ、心身ねあと財布天文具使わせていただきますももちハマ使わせていただきますいいじゃん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 あ、もつ鍋ねもつ鍋はいい <laughs> まだそんな感じよね、もつ鍋屋台 あと梅ヶえもち太宰府の梅ヶえもちあとラーメンスタジアムみたいなそこらへんやねオッケー岡かいくんで楽しみにしていますあーさんありがとう来てくれて楽しみにしとね二日市温泉あいいね太宰府はねあっ平尾いいじゃんえっ平尾って 福岡にしかないのキャナルシティの建物を見た時なんかすんごい形してるよキャナルっておいしいものが多いねそうおいしいものが多い福岡タワーもいいえ平尾って福岡にしかないのえじゃあそれよ平尾めっちゃいいんよねあれ天ぷら屋さんなんだけどさ平尾って福岡だけなんだちょっと平尾いいね この前松本さんダウンタウンの松本さんもさ言ってたのじゃあ平尾だね平尾も言うわバイザーさんこんばんは先輩からの伝言でトップアイドルになってくださいありがとう頑張ります <laughs> え一回だけ言ったことある みかんジュースさんすごいそう平尾の話を一回した「平尾って何?」ってねえっ、ー、とね福岡にね行った人はさ平尾ってところにね行ってほしい平尾ってさすんごい美味しい天ぷら屋さんがあるんだけどなんかカウンター席しかないのでカウンターのなんだろう厨房厨房を囲んでカウンターしかなくてで目の前で一人一人こう あげてで私たちのお客さんの前になんかなん,なんていうお皿専用のお皿を置いてあってでそこにどん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 上げて置く上げて置くみたいな感じのシステムの天ぷら平尾っていうのがあるんだけどすんごいおいしいのあレ取れ取れ俺からの伝言です俺の夢になってください、はいは <laughs> こんばんは車検です。な々さんこんばんははじめまして池松愛理です。よろしくお願いします。ぺこりクルメにもあるの？平尾って。えテレビで見たかも。そうテレビでよくあってんの。おすすめですよってて。愛理 <laughs> ちゃんこんばんは。新太郎さんこんばんは。天ぷらの平のいかの塩辛ら美味しいよねあれ。 めっちゃおいしいよねルカッチのとこあルカまだしととなんかしよったね今日お疲れさってあ今終わったんね博多弁喋って博多弁うん博多弁喋ってって何て喋ったらいいんだろうふすいとうよ 合ってるこのかこの方言最初だった合ってるえどういうことてるくんずっと喋り寄るよねえどういうことあ入りがってことああ博多弁ねそう博多弁ねずっと喋り寄るけんちょっとみんな分からんかったりとかしたり言ってこの席とっとっとそうそう突きとばってん突きとばってんこんなコツ なんとかちょこ福岡出身ですか福岡出身です <laughs> あ、山マさんありがとうイベント出演ありがとうそうそうそうちっこべってやつシェカラシカシェカラシカシャーシネズムバッテンガクサえすごいすんごいレアな 博多弁しゃべれるようになりたいうソ <laughs> イベント合ってるとか言わないえっイベント合ってるって言うよえっそれって方言なのもしかして「通りもんも食べんねん傑作まん博多イベント何時から?え」えっイベントは午後からかなえっどういう意味って ちょっと待ってどういうことイベントって圧倒と、えー、<laughs> 本当にやっとるって言うんだイベントやってるって言うんだ初めまして千葉ち,ちゃんこんにちは池松愛ですよろしくお願いしますピコリええー、すごい合ってるって言うんだね あ、やってるっていうんだね。え、初耳なんだ、みんな。知らんかった。勉強になったわ、逆に。<laughs> こんばんは、通りすがりのなんとかさん、こんばんは。なぜ悲鳴。<laughs> お願いします。イベントしよる。イベントしよるっていうよ。前、前売り受付が。 十時からだっておいどんも知らんかったさとみさんってあのあれ鹿児島私は鹿児島んあ同じ九州じゃんこんばんはまなちゃんこんばんはやってるやってる <laughs> 物を直すも表現直す物を直すって言うよその畜語弁を初めて聞いた 鹿ノ島鹿かたん鹿ノ島めっちゃいいところだよね鹿ノ島ってめっちゃあの朝日が綺麗なところでしょナオスは片付けるそうナオスは片付けるシューロケとの戦い頑張ってねありがとうみんな来週見るね来週ラストアイドル放送やけん しかもなんかあれなんよね時間が遅いんよいつも20分遅くて20分なんやったけどあさってはあさっては35分なの明日か明日なんて言った来週って言ったか明日明日ごめんなさい明日だね明日だねご,ごめんなさいごめんなさい間違えっっ そう35分なのあっちょっとそのい明日の放送があったらまたしようねちょっとマジでいろいろ話そう福本さんタコちゃんありがとうりーちゃんだるまさんありがとう、うん <laughs>

うんうううううん、うん、うん、うんん <laughs> 予告通りだよねえ久しぶりのグッティアだよみんな痩せてもレブの時から比べたら痩せてますねってありがとううん予告通りですね グッドティアーズだけ扱いがひどい <laughs> まあまあまあ頑張ります高画質で録画するいいじゃん高画質グッドティアーズの扱い悪くない膝がそう膝膝やっちゃってるからさでもまあとりあえず皆さん見て見てください <laughs> 20分そうね短いよね20分はねいやだってさだってさ一戦戦うために平均10時間ぐらいダンスを練習してるのねグッドティアーズはどうにかしてパフォーマンス重視でやっていきたいっていうのがあって。 そうだからそれをさぶっちゃけてて言いそうになるけど言えないの空の魚さんハートありがとう。 ちゃんありがとう言ったらあかん何も聞いてません愛 <laughs> リちゃんの挑戦の時のもうね本ほんとにもう初戦のダンスはしないのいつかやりたいけどねグッド・ティアーズであのグッド・ティアーズだけのコンサートができたらできた日にやろうでネタバレ担当じゃないからあ可かわいいってありがとうセッポンさん 安定の配信中 <laughs> そう譲れもんですね今日も買ってきましたあぶんちゃんこんばんはブーンブン宮城にも行きたいですねあれまだ踊れるうん「スリルの2番歌おう」2番ねめっちゃいいよだって <laughs> キャップ捨ててないよ見て あるから。うん。カムカバーさん、おばんです。いずれも飲みながら見てくれようと、いいじゃん、恐ろいじゃん。<laughs> <laughs> ラベルね、ははわさないかんちゃんそう、セブンセブン。 ティアだけでもう一度ねえ、キャナルに行きたいよね。最近な限りなな、あ、応援してるわ、クレイクありがとう、応援してね。サイダーの方？あ、もうサイダーの方はね、昨日一昨日。 ったやつも飲んでしまった2番めっちゃいいの一番最初メンバーでさ聞いた時にさみんな泣いてたもん自分たちの振り自分たちのぴったりの歌詞すぎて泣いちゃった本当歌詞はすんばらしくいいのライブ楽しみね 超す素敵だからちょっとみんなに早く聞いてほしい4月18日が発売ですのでそれまで皆さんお待ちください2番どこで聞ける四4月18日やね にライブがあるしまだ詳細分からんけどその時にね初めて披露もできるかもしれん楽しみだ私は本当にアイディの今のため楽しみそれやんそのために頑張ってる日々ライブ来てくれるんこの前10枚ぐらい予約してはありがとうあポルニーが来てくれとりーちゃんタコちゃんありがとう まさにそう MV ね本当に見てほしいってことは「表題取れたの?」ちょっとそれも含めて来週見てください <laughs> 絶対に「グッドティアーズが表題曲取れるって信じてるよカ奈ちゃんよろしくね応援よろしくねもうね今のね「グッドティアーズの目標はね 一人でも多くグッドティアーズのことを応援してくれてる人を増やすことジャケットグッドティアーズじゃないと欲しくない文ちゃん文ちゃん。文ち,ちゃん。やばい。本当に、もうほんに口が滑りそうや。ジャケットね。アイルもね、乗りたいんだけどね。表題はスリルでステーキ確実に増えてる。そう。コツコツだよ、コツコツ。 アイリちゃんのタオル欲しいネットで発売されとうきゃんみんな愛理とお揃いにしよう愛理も持っとるっちゃん最近なんかちょっとき麗だなああ,あもう忘れた10枚は予約したなあもうえ予約ってグッドティアズがの CD をってことみんなお揃いしたいみんなお揃いにしよう ジャケットは小田さんで <laughs> 小田さんと一緒に撮りたいジャケット写真はふえまくっとる ?TikTok 更新しちゃう今日なな何したっけな今日最近友達ののろけ話があなんか多くなってきちゃってるあっまかなえみたいなやつえみたいな <laughs> えグッティ,ううィーグッえっってことはみんなどうやって予約しとうと表題曲を信じて全部予約しとうみたいなみんな優しいええどういうことグッドティアーズの CD が欲しい人グッドティアーズのんわからん あやちゃんに来たよ。あやかゃんさんありがとう。あ、全種類みんな買ってくれとったい。だってみんなわかんない。わかんないよね。教えてください。<laughs> いや、それ率直に来るな。<laughs> 率直に来るな。あ、まんべんなくなのね。それ、わからんよね。わからんよね。確かに。A. B. C. D. か。 そう、どれかにはおるけんさ全部にもおるストレート <laughs> タイプ A 以外ああそういうことなるほどね教えて愛理先生明日の放送で分かるんかなさあねちょっとみんな期間取ってネタバレさせようとみんな必死やろじゃあグッドティアーズは「A イレス」とかって。 へーみんな全部をね予約してくれとったいねなるほどねここだけの話って全然ここだけにはならないから YouTube ってやつがあるでしょみんな最近なんか綺麗になったなあ さらっと言いそういやほんとにそれよ兄弟取れたな言いたくてたもらないギャさんタイプ GT 正解好きなアイドルさんはね韓国のアイドルさんが好きなの。 あと乃木坂さんも好きだよシー <laughs> だってほらとみさんがシーだって周りーにし楽しみ最近 <Thank you. S 2> 池松さん愛梨ちゃんもすます好きになったブラックブラックピンクさんめっちゃ好きなの タカさん発見えー、とどういうことタカさんって何 <laughs> 花粉症がすぎるんです TWICE さんめっちゃいいねコメントの流れが ボンバイヤ、ダン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 、ヤイヤイヤイヤ、ホォ、ボンバイヤ。ーラーメンの特別賞いつわかるの？私もわかりません。明日ぐらいに発表なんじゃないですかね。ああやばいよねみんな。ちょっとアイリアイリよりみんなの方が先に見つけたりとかしたらさ、教えて。 結構前にもハイタッチしたよ。かのちゃんいつアイリガレブの時。タカさん面白い人。え誰マンオクのタカさんめっちゃ好き。大事やゃハハハ。大 <laughs> ちゃんが謎のテンション。ね夜はいつもこんなんよ。朝は低い。よ、昼は、昼は普通。夜はテンション高い。はい。が、いげますです。 ヴァンパイアのときえカかのちゃんってさなんかありし覚えとうかもしれんレムのときおったもんねかのちゃんって子がその人かなえタカさん出てきたよナツさんリスらないでだって朝は通報昼は普通夜は酔っ払い正解 <laughs> 朝はねもう目のねなんかもう眠たすぎて目が開いてないのだからね間違えてねこう間違えて通報押しちゃった <laughs> そう夜はやかましい愛梨ちゃんと誕生日だよってことは愛梨ちゃんと誕生日が一緒だよってことかな8月28日高校合格しましたって待って桃ちゃんおめでとう <laughs> 頑張ってね 高校生活ちか <laughs> チカラくんごめんってもうそんなさもう2にボタン取ってチカラくんいっぱい応援してくれとうとにごめんなさい88だったよおめでとうってよかったねなのちゃんおめでとうそっかもうそういう時期かアランドさんいいね 通報しした配信見逃しためっちゃ面白かったよあやばいって <laughs> 同じ誕生日おすごい !8 月28日じゃん <laughs> 学生に戻りたい高校時代とかね学生に戻りたいってねわかるわかる通報何何えっとねあのランキングあるじゃん上にねでそれねあいうね携帯ちっちゃいからさ <laughs> 携帯っちちっゃい,いうか、まあ、タブレットですればいいんだけどタブレットじゃなくて普通の携帯でするのね配信用の携帯でやってるからそれでこれあのアバターがめっちゃ混雑してんの1から13位の冗談のね懐かしいねもうなんかめっちゃ前の話みたいになってるけど最近の話だよ愛理ちゃん見てたら疲れ取れるみかんジュースさん ここに戻りたい。ねそれで1313、ねま、13位までめっちゃね混雑してんのだからこう一人一人アイコンを押して名前を表示させないと出てこんのねやけん押してプロフィールって押す行為の時にね押して通報の方を押してしまったの本当にごめんなさいあれはできにされたかと思いました <laughs> いや本当にランキングに入るぐらいやけんねめっちゃ応援してくれたとっちゃん

多分ちょっとよく見えんかったけど寝ぼけてランキングそうランキングにね朝ね5月の握手会申し込んだからその時にいじるねやだ <laughs> やばいいじられ返されるよ何それ鳥が走るいや鳥が走ったっちゃん川をすごくないすごくない川の上を鳥が走ってたの。 イタチあイタチはそれ別の話別の日の話料理配信をしよって料理を,料理を作り終わってはいやっといただきます食べますっていう時にお外をイタチが横切った福岡でインスタ映えするお店はどこですかえー、福岡でんインスタ映えするお店 えー、どこだろう福岡だったらえー、福岡だったらえー、どこやろういろいろありすぎるわ天神コアとか行ってみ天神コアってさ愛理たち世代のお店がいっぱいあるからいっぱいあるよかき小屋 <laughs> 天神ビブレあ、ビブレもいいね。最近、友達への呪け話が。ソラリアプラゾもいい。愛理的に、天神コア、ビブレ、ソラリア、大名みたいな。うん、感じ。で、どんどん行きやすい。女の子の若い、若い女の子。どんどんこう。 入りやすいソラリアとかになるとちょっとねマダムとかが <laughs> マダムさんがいっぱいいるからさあパルコめっちゃあパルコ結構おすすめかもパルコはねインスタ映えするめっちゃいろいろ入ってるまあどこのパルコも一緒だろうけどねこんばんは岡山太郎さんねえ今日寒いよね あサンキューマートねえサンキューマートって東京にもあるっしょ渋谷じゃなくて福岡にもあるのフードをかぶってるだけなのにかわいいありがとうあ宮城にもできた愛りちゃんはい相棒え相棒って何はじめましてはじめましてはじめまして ねえ今日寒いよねサンキューマートは全国にあるよタカさんあら夏さんのお友達いいねありがとうもじもじくんみたいでしょキャナルはえのあれだよセカンドを一緒だよ 相棒に反,反応しちゃうよ「ねつみ男」のコスプレですそうみんな最近やっぱコスプレ配信しよりけんさイ流もしてないかんかなって思ってさちょっとやってきましたお邪魔しますお邪魔しますタカさんお邪魔しますスリルの衣装寒くないそういえば寒いねやっぱかのちゃん覚えとうわ 似てるってさ <laughs> あネズミ男のねコスプレしてんの今ネズミ男って何その前にパンダあパンダ貸してほしい噴水に落ちないでねそれよねキャナル噴水には落ちない何か言ったことあるキャナル餃子の王将美味しいよね 安いし「ゲゲゲゲゲのゲ」「赤はは寝床でグーグー」楽しいな「楽しいな楽しいなお化けの学校は」「自信も何にもない」 4月からまた。そう。4月から。こんばんは、いなさん。こんばんは。おかしい間違えた。ごめんなさい。突っ込んだら負けだと思ってる。<笑><笑>やっぱ自信は持っていこう。自信持ってこう、みんな。自信持ってこう。こんばんは。 相棒さんこんばんは。え試験も何にもないがあってんのシャンデリオンみたいなイルミはもうないのえ、イルミあ、キャナルがってことえ、あるよ、多分。あれはクリスマスだけかな。せがすごい。こんばんは、グデっちゃん、こんばんは。 アイリちゃんに会いに行ったらこのテンションいやもう握手会とかめっちゃテンションだけよもうハイビーイみたいなラッパーですかアイドルです一応一応アイドルです福岡めっちゃ寒いですね噴水はあるそう噴水はある噴水あるよしかももし福岡の方とかでお子さんとか一緒に来るとかやったらちょっとお着替え持ってきた方がいいかもしれません あのね、広場でね地面から何もない地面から穴がねぽつぽつ開いてんのそこからいきなりプショップショップショピショッって水が出てくるようなさ広場があるのねそこ結構あのちっちゃい頃に見せてしまったらみんなお遊び <laughs> お遊びが始まっちゃうからちょっとみんな水遊びが始まっちゃうからちょっとねそこはねみなさんお母様お母様方お洋服をお着替えを持ってきて。 いいらしてください <laughs> そうもうズボンとかプシャーってもうしたからめっちゃ面白いよちっちゃい時あれめっちゃそれで怒られたもんお母さんに俺も遊んだでしょあれも遊んだ妹と弟もね一緒に遊んでたいやもうそこで2時間は過ごせるからちっちゃい時は絶対にビチョビチョになるやつそうビチョビチョになるあクレープねクレープおいしいよねキャナル 遊んだねーって遊んだもうちっちゃい時に愛梨ちゃんともっともっと仲良くなりたいトモカさん来てねあの建物はいようって本当に落ちないかヒヤヒヤしちゃったってそうよいや本当に今思ったらよ落ちんかったなって思うもん福岡は中二のえどこに行ったんののちゃん 今は行かないよ今は大人になったからそんなところに行ったらズボンが濡れちゃうってことぐらい分かるようになったまっちゃん起きろまっちゃんウォシュレット <laughs> そうウォシュレット広場があるからさミスズミスズちゃん来てくれてありがとう偉いでしょ あ、一名のさん来てくれてありがとう。起きた起きた起きた。よかったよかった。あ、映画館ね。キャナル映画館あるもんね。はいちゃんの個別何枚買えばいいえ、いっぱい来ていっぱい話そうも、ま、たえひめさん。起きた。よかった。びっくりしたみんな。ごめんね。そう、今福岡おるよ。この18日にね、キャナルであるからね。そう、ラーメンスタジアムもあるの。来てね、みんな。 野球派えっとサッカー派だね愛梨ちゃんインストインストで落ちたってどういうこと4枚ループします朝あっあさってあさって緊張して話せなさそうえ全然緊張せんでいいよ楽しく行こう握手会 アビスパトスアビスパ福岡うん,んだそれすぐ剥がされなんかね結構いっぱいあるよあさって握手会あるよ多分あった気がする去年レブのリリーフで行ったそうこの前ねあったもんねサッカーチーム アビスパ福岡、サガウンタス。一番別、一回別のグループの。え、なんで緊張してんのよーく,くん。サッカー好きなのサッカー好きっていうか、弟がしおるけん好きっていうぐらいかな。ちょうど一年前か。前髪のポジションずれましたいいよいいよ。いいよ ルカだったらここではこう綺麗に直すんかもしれないけどもう適当だから適当だから超,超適当だからもう人生できだからもうペッペッペって感じでもねサッカーね好きけどあんま詳しくは分からんもうすぐワールドカップあるよね具体的に何枚買えばいバですかえ分からん何枚いっぱい来て 僕しか言ったことない緊張。絶対緊張せんで大丈夫だよ。サッカーやってたのまっちゃん。そう、適当すぎて悪い。そうです。もう適当なの。ステージに乱入しないの ?2 億枚です。2億枚って何 <laughs> ペッペッペーで涙引っ込んだ。ごめんなさい、本当に。 サッカーしててよ結構しとうねみんなサッカーオフサイド弟がサッカーしとっちゃけど全然分からんもんかのちゃん福岡キャナルで来てよ今度もちさんの配信つらいこと忘れられるからそうだよ人君いっぱい来てね愛梨も結構ねあの同じ同じ きついこととか辛いこととかあったらさと、あったとしてもさ、ショールームやれば全然もうなんかすっきりする。結構これはあるある。っていうか今日もいろいろあったんだけど、ショールームあるからいいや、みたいな感じで、ショールームまで頑張ろう、みたいな。ショールームがあったら結構忘れられるから。来なでみんな来てね。途中で送信してしまう <laughs>。よくあるやつやん <laughs>。 何 <laughs> ボール蹴らずに人をとけると言って蹴らん蹴らんレッドカードだねしゃがん年の試合見に行くのそうそうなのそうなの結構そうなのお腹が空いてきた今日いっぱいご飯食べたのにさみなきゃご飯何食べたのよしよしありがとう。 いいこと言うよねって <laughs> そんななんかあったのうんなんかなん別にさ大したことじゃないよウィダ焼き芋いいでしょおなかすいたのキャナル観客を騒動のデモ入りギリギリにさ告示したからさうん大丈夫かなみんな。 嫌なことがあったら職人走ろうって <laughs>。やめて。てるくんまだそういうこと言うから。チキン南蛮食べたん待って待って、みんなそんなご飯のこと言ったらもっとお腹すくいでしょ。ショールームだと本音入れないってすっきり。ねほんとそれだよ。バイキング行ったのそう、育ち盛りなの今入り。一生育ち盛りだから。食後のデザートに俺はいかがですか <laughs> <laughs> まっちゃんのコメント本当面白いわいつも焼肉食べてんの？リンガーハット行ってきたあリンガーハットねあリンガーハットありよ言われてみればあんまり行ったことない <laughs> 危ない危ないバイキングってなん,なんてヒラって人違うよ <laughs> いきなりステーキの画像見たでかい人さん見たよ <laughs> 今回はタオルありかなえ持ってきていいかなってこと売っとるかなってこと名札もねどうだろうねでもげんさん覚えてるよ覚えてる覚えてる <laughs> 息子さん名前何だっけこんばんはめっちゃパワースポットさんこんばんは今からアイス食べ行くな 朝日曜日楽しみに会えるの待ってるよしょっこしょっこさんありがとうまあ、とうね気をつけてきてねちゃんぽんあんま食べないちゃんぽんだったら入れちゃんぽんだね超地元トークしてるけどだなんでなんだろうねなんかいろいろじゃないあの危険危険防止みたいな あと 200g いけそうだったのデカヘッドさん会いに行っていい相棒さんぜひ会いに来てくださいいれちゃんぽんきたいや知ってる知ってるもうねちゃんぽんの麺が2だとしたらその上野菜8みたいなそうあぶんちゃん見てますコメント見てるよ 知らないでしょ福岡にしかないの福岡っていうか佐賀かなんんはゆでちゃんぽんは <laughs> ゆでちゃんぽんゆでちゃんぽん違うねあ針がついてるか2555十ね人。ね、嬉しいありがとうみんなちょちょっとちさぽんとかワイトローさん 今から寝合いでネイルすんの。佐賀なのに知らないおいしいよ、入れちゃんぽん。お初です。入れちゃんぽん、大分。大分にあるの初見さん、いらっしゃい。お初です。丸坊さん。はじめまして。池本い,いです。よろしくお願いします。びっくり。あるとよ。 あいりちゃん、とっとっとって方言使うよ。うん、日々、日々トットッとっとっとって毎日言っとうよ。しゃけんです。イヤホンさん、はじめまして。池松あいりです。よろしくお願いします。ペコリ。しゃけんさん来ればペコリ見れるね。そうだよ。ラーメンとかが美味しい。あいりはね、どこが好きかな大砲ラーメンとか。 ラストアイドル見てくれてんのえ相棒さん、うん、うん、まさかじゃけですあやひめさんあやひめさんいつもありがとうぺこり自分の放送をとっとっと,っと自分の放送をとっとらんよハリみらんハリついてないぶら下げえ、えー ミラクスさんで試したあそうなんやあ針って安全ピンのことみんな言えるったいなんだん緑ってないのどういうこと一風堂一風堂ね福岡でしょ一風堂福岡でしょなんかね一風堂のね創作 創尺者,者がね、ん一風土を作ってくれた人がね、親戚の方らしい。パパ曰く。あい知らんけど、会ったことないかも。ポテトな <laughs> 待って <laughs>。ポテトまんまじゃ、じゃがいも ?64 センター。あ <laughs> さん。創業者。それだ。実際おすすめのラーメンは、 なんて読むそれゆうせいくんモヒカンラーメンいいよね装飾者マジそうマジフライトポテトかなんだあらおドさん花束あ,ありがとうラーメンと親戚ラーメンとは親戚じゃないねそういえばおとといアリちゃんとネイルおそろいにしてきたよちょっと泣いていいですかうれしい 結構髪型もお揃いにしてくれてる人がおんの一蘭一蘭おいしいよね一蘭は普通にマジでおすすめです丸星は丸星とか懐かしいまた眠気が襲ってきたまっちゃんまっちゃんおはようまっちゃん朝だよ今日何時までやりますか あのいつものやつに戻します。一時間ぐらいだね。普段もう何時間ぐらいしとったかもう忘れたよ。普段。コメントを書けんあいちゃんこんばんは。まー、あ、君はじめまして。書けん書けんうん書けんさんじゃないのか。いつも見てくれととか。いつもありがとう。コメントを始めて始めましていきもつあイルです。よろしくお願いします。イコリ。<laughs> もう一時間経とうと。 早くねすぎとるやないかみんな更新せんでいい大丈夫か <laughs> じゃあみんなそろそろですね。早いね !1 時間超早まだ30分とかかなと思った。4周しちゃうぞせん <laughs> でいいよみんなずっとここをとって。立っとるか。 カウントセンディよか大丈夫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 じゃあみんなそろそろですねみんなちゃんとゆっくり寝れた池町組のみんなあれ今日やっと寝れたよ <laughs> よしギさん大丈夫だよ更新しなくてカウントしなくてあいっそうって聞いたことあるよ博多弁もずるい ここが出身ですじゃあ皆さんじゃあ皆さんじゃあ皆さんイベントの次の日を4時半に目が覚めた <laughs> もうみんなあれだねショールームのイベントにトマトラーメンじゃあ皆さんそろそろ本当に終わりにしたいと思います 通信通知が来ないと寂しいってねじゃあみんなさらばじゃみんなさらばじゃあいらい今からネイルをするみんなゆっくり寝るんだよじゃあみんなさよならベイベー あ、インスタにあげるね。オッケー。ネイルしたらインスタにあげます。ちょっとまだ。おふったから今。そんじゃあ皆さん。そんじゃあ皆さんご一緒に。お風呂に入る人は、いってらっしゃい。ご飯食べる人は、太っちゃうぞ。今から寝る人はあ、いい夢見ろよ